どう。スポンサーさんって聞くとなんかお金持ちで太ってひげ蓄えた、もうなんならアクセサリーもジャラジャラつけてるおじさん現れるイメージあるけど、そんな見た目の人はほぼいない。楽しみ、ラザフトボールです。さあ始まりました、トークザフットボール。今日はですね、僕が監督でありオーナーを務めるサッカークラブシュアボ東京にですね、めちゃくちゃやばいことが起きたんで急遽動画を撮ることにしました。まずですね、シュアボ東京が、まあ何かわかんない人にですね、説明させていただきます。シュアボ東京っていうのはですね、もともと僕のね、オンラインサロンレオザフットボール学園のサッカー部から派生したクラブなんですね。そのサッカー部で最初はまあ楽しくね、サッカーやって、ちょっと戦術、まあ今思えば真似事みたいなことですけどね。まあそれをやり始めて、まあその楽しさと、まあ熱さある中で、じゃあ都リーグ参戦しようってなって、東京都リーグ参戦して、まあ当然壁は熱くてですね、そこでより一層本気になって熱い人が残って、もっと上行きたい、もっと本気でやりたいっていうになって、そこからですね、もうプロ化しようっていうことでね、プロ化を目指してですね、始まったのが、まあ見ていただいている方も多いかもしれません。ザ・シュアボなんですね。そのドキュメントに、なってるクラブが、まあ、シュアボ東京でして、まあ、最初はですね、オンラインサロンの、サッカー部もう楽しんでやるところからですね、徐々に熱を帯びて、まあ、本気の人たちが集まってきて、今はですね、J リーグに向けて1シーズン1カテゴリー昇格を目標に、やらせていただいております。こういう風にですね、もう本気のクラブになって、上を目指せるっていうのも YouTube を見ていただいている視聴者の皆様や、サポーターの方々、そして選手スタッフ、パートナーの皆様、スポンサーの皆様のおかげですので、この場を借りて改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。でですね、今日のまあ本題、これね、やばいことが起きた、これ何かって言いますと、先々日のですね、動画で、まあ、コラボさせていただいた筋トレ YouTuber の山沢博明さん、このですね、山沢博明さんがプロデュースするレイス、これをですね、僕の動画だったりですとか各種 SNS を使って告知したところですね、なんと3日間で売り上げが1000万近くいったというですね、報告を先ほど受けました。いや本当びっくりしましたね。ちょっと反響の、まあ、大きさにちょっと戸惑いを隠せない部分があるんですけれども、まあこういった形で、パートナーの方にですね、こう響きながら、協力させていただけましたし、それをですね、まあ、この興味を持って見ていただいた方、購入していただいた皆様、本当にありがとうございます。こちらも改めて、お礼を申し上げたいと思います。もしかしたらですね、まあそういったなんか売り上げとかお金とか稼ぎましたみたいな話するなみたいに思われる方いるかもしれないんですけど、これすごく重要なんですね。どうしてかって言いますと、シュアボ東京っていうクラブがですね、スポンサーさんに応援されるだけじゃなくてお返しできた、このね、企業としての価値がめちゃくちゃ大きいことなんです。今まではですね、めちゃくちゃ嬉しい、本当にね、そのおかげでここまで来たんですけれども、シュアボ東京を応援したいとか、まあ前身のクラブ FC シュアボを応援したい、またレオザフットボールの活動を応援したいみたいな、まあそういった気持ちでですね、スポンサーとしていただいた方が、まあ、ほとんどですし、そういった方のですね、まあ無償の愛みたいなのをいただいてた形なんですよ。で今回はですね、ビジネスパートナーになって、まあそういったね、企業様とコラボして、概要欄にですね、まあ僕の、まあ、非力ながら、こう宣伝をさせていただくみたいな感じで商品を PR してたところ、それがですね、実際にこの売り上げ、結果としてですね、見える形でお返しできたっていう、これがめちゃくちゃ大きいことでして、当然ですね、この一緒にコラボをして、まあ、こういったビジネスパートナーになっていただいた山沢さん、フィットプレイスさん、レイスさんのお力があってのことはもう当然のことです。商品が良くないと売れないですから。ただそのね、紹介して、何かしらね、力になれないか、力を合わせられないかっていうところで、このね、活動したところ、それが実際にね、数字につながった、結果につながったっていうのはですね、このシュアボ東京という、まあ、企業、サッカークラブとしてですね、めちゃくちゃ大きな進歩なんで、なんでこういったね、わざわざ清掃して、皆様にお伝えさせていただくことにしました。まあ、今まではね、こういった取り組み、ほとんどできなかったですけれども、今後はね、山沢さんとパートナーとして力を合わせてやっていくことによって、こういった取り組みをもっとできるっていうふうに思いますと、すごく楽しみになります。こういうふうに契約をしてですね、この PR の機会を設けることによって、またこの PR の機会の設け方も大体1年契約で、どういった、やり方しますかみたいな話なんですけど、そのプランによってはですね、別のやり方だったり告知も複数回みたいなことも、できる時ありますので、なんでね、そういった形でいろんなパートナーの人だったりスポンサーの方をですね、増やしていって、シュアボ東京、そしてこれから、スポンサーになっていただく方に、還元していきたいなというふうに、そういうふうに思って
ております。どうしてもねこういうお金の話をするとですね嫌がる人はいるんですけれども、これは僕しっかり今後もしていきたいと思います。やっぱりねサッカークラブ運営っていうのは綺麗事ではありませんし、強いクラブを作る上でお金は必須です。いい選手がいて環境が整っていないと、ちゃんとグラウンドがあったりトレーニング施設がないとですね、いい選手は来てくれませんし、そういういい選手がいるからこそ、面白いサッカーが見せられるっていうのはですね、あの名将ペップ・グアルディオラも言っていますね。戦術家とかですねこの、 あの指導者としてすごいって言われてる人もですね、結果出してる人たちの元には、いい選手がいる、これがですね現実ですし、それによって、みんながですね夢を見られるような熱狂して応援できるような、クラブチームができています。その一方ですねシュアーボは、踏み出せたと思いますし、ただ自分たちが踏み出すだけではなくてですね、この協賛してくださる、パートナーさんだったりスポンサーさんの方にもですね、きちんと還元できるような、そういったクラブに、今後もしていきたいと思っております。でそのシュアーボ東京、まあ、レオザフットボールと、そしてですね、筋トレ YouTuber の山沢さんの武器、まあ、SNS ですね、こういった SNS 社会って言われるような、まあ、こういった時代ですので、それをねフルに活用してですね、皆さんにアピールしていこうと。なんで、今後もですねスポンサーの方をですねシュアーボ東京では募集したいと思います。 B2B、B2C、どんな企業の方でも、結構です。スポンサーになっていただく方にはですね、次のような、メリットを用意しております。まず一つ目はユニフォームへのロゴ入れですね。まあ、皆さんイメージしやすい通り企業名っていうのは、ユニフォームのね、胸だったり背中だったり肩だったり、まあ、いろんなところに入れるっていうのは、クラブチームやっておりますので、それもねシュアーボ東京でスポンサーになっていただいた方の、企業名なんかを胸だったり背中だったり肩に入れていきたいと思います。で2つ目はですねレオザフットボール TV、 こちらのね YouTube チャンネルでの PR ですね。まあ後ろにですね今はスポンサー募集のやつが映っておりますけれども、こういったところにもですね、生配信だったり普段の動画ではどんどん映させていただこうと思います。またもう一つはですね山沢さん、筋トレ YouTuber の山沢さん、今チャンネル登録者80万人、まあ僕の4倍いるわけなんですけれども、そのですね、チャンネルの方でも PR するといったそういったプランも、ご用意してあります。また4つ目としてはですね各選手の YouTube チャンネルでの PR、まあ、シュアーボ東京のですね選手たちまだ発表していないですね SNS 的に、すごくですね宣伝効果のある選手なんかも、加入が決定しておりますので、まあ、そういった選手たちのですね YouTube チャンネルも活用するといったそういった、プランも、提供できるかと思います。で5つ目はですね月額2980円のフィットプレイス、まあ、山沢さんが、経営されているジムですね、そちらにですねサンプル品としてですね、展示するっていう、まあ、前のねドキュメントの回でもあった通り、そこのジムの入り口なんかにですねスポンサー様が、こう紹介したい PR したい商品なんかを、並べさせていただこうと思っております。まあ、このように、まあ、様々なプランを用意しておりますし、ご連絡いただいたらですね、その、スポンサーさん、企業さんに合ったですね、プランを、臨機応変に提示する、所存でございます。まあ、 普通の、J クラブよりも当然今のシュアボ東京っていうのはまだまだ小さい存在ですし、このね、競技的なレベルでも、当然劣っています。ただ SNS での拡散力だったりですとか、やっぱりね人が自ら動いて熱を持ってですね人に拡散するっていうところでは、僕と山沢さんが組んでることによってですね、企業さんにそういったね普通の、クラブではアピールできないような価値っていうのを提供できると思います。ここに関しては、日本一のクラブになろうと、そういった、自負を持ってですね、やっておりますので、ぜひともねこの SNS の時代、費用対効果が可視化しにくい時代にですね、一番費用対効果が可視化しやすくてですね、この時代にマッチした、YouTuber がね、ビジネスパートナーになって、強くしていこう、進化していこうとするクラブ、そのシュアーボ東京をぜひともスポンサーの方には応援しようというふうに思っていただければ幸いです。たくさんねスポンサーの方来ていただきたいんですけれども、たくさん来ると、こちらとしてもですねきちんと対応できずですね今言ったような、メリットをですね提供できなくなってしまう、まあ、そういった時代だけは避けたいので、こちらとしましては、10社限定でですね、今回の、スポンサーの方を募集させていただこうと思います。たくさんの方のね、ご応募お待ちしているんですけれども、そのねご応募していただいた方の中から一人一人にですねきちんと、このね誠意を持った対応で、このクラブのスポンサーになってよかったというふうに思っていただけるような、まあそういった取り組みをさせていただこうと思いますので、10社限定で、ご了承ください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。まだまだ始まったばかりのシュアーボ東京ですが、ここからですねきちんと一段階一段階、このサッカークラブとしても、そしてね一つの、企業としてもですね成長していく所存ですので、一緒に力を合わせて、日本サッカーと、そして、ね、この国をですね、発展させていただければというふうに、そういうふうに思っております。今後の、YouTube の視聴者サポーターの皆様からの応援と、そしてスポンサー様からのご連絡、心からお待ちしております。